久保さん、今回はピンチの血血液の血血で行きましょうか、はい。まあね、まあ、切り取り方、受け取り方、考え方によって、すべては好転変わるので、うーん。例えば、まあ、A さんはね、ある塾に入りました。だけど、全然稼げませんでした。なんだ詐欺ふざけんな。 A さんね。B さんはその塾に入って人生を大逆転しました。もう塾ありがとうと。あの時決断していなければ。みたいな。同じ内容を,な同じ内容をね、教わってるのに、A と B さんの違いですよね。A さんは詐欺師。B さんはありがとう。んなんですかね <laughs>。まあこれはね、僕はまあ教材をずっと販売してきてるので、まああるあるなんですけども、この人にとっては、 いいものだったけど、この人によってはあんまり良くなかったみたいなね。うん。だからまあそれも受け取り方。まあ受け取り方っていうかその後の結果次第でまた変わるだしょう、変わるだろうし。うん。だから、まあ結局その、生きていく上で大事なことがあるとするならば、正解ではなく大事なことがあるとするならば、まあどんな状況になったとしてもですよ。まあどんな状況になったとしても、 自分がこうしたいと思ったことをまあ叶えていく、そのための考え方、行動をしていくっていうことが大事なんじゃないかなと思いますね。まあ、それぞれ欲しいものだったりとか、叶えたいものだったりとか、行きたいところとか、あのー、まあ違うと思うんですよ。まあ、久保さんは車で言うならば久保さんはキットが欲しかった。それを手に入れた。僕は GT-R を、あ18歳の時、GT-R マガジンを見ながら、 憧れていた将来乗りたいなと。で、手にして、まあ、10年乗らしてもらって、まあ、売,売って、えー、結構な金額で売れて、R ありがとうみたいな感じでね。そう。<laughs> うーん。まあ、ぶっちゃけあの R 売れてなかったら、今の Z はないですから。うんで、カスタマイズもあんなできなかったし。うん。だからまあ、うーん。 じゃあなんで僕がその欲しいものをじゃあ手に入れられたのか。まああとは理想のライフスタイルですよね。パソコン一台で自由な生活。もう18年前ぐらいですかあのうさんくさいセールスレターを見てね。パソコン一台で月収役前、自由なライフスタイル。精神的、経済的、時間的自由を手に入れるみたいなね。いいなみたいなね。まあそれを手に入れたのは。やっぱ勉強して考え方、まあいろんな いろんな状況下でいろんなことを乗り越えていかないといけなかったと。でもその乗り越えるためには、乗り越えるための考え方が必要であったということですよね。うん、まあ、まあ人間って感情、まあメンタル、考え方。うん、まあこれまあ、いろいろあるんだけども、まあ少なくてもそのメンタルが弱くても考え方はね、だから僕がね、ビジネスで本当に良かったなと思うのが、 何すかねその、スポーツと違って、スポーツって本当にメンタル。僕、スポーツね、卓球ずっとやってきて、十、それも三年か四年やったんですけど、やっぱね、スポーツはね、マジメンタルなんですよ。あの、試合の、まあ、その試合に出、た、た、例えば全国大会に出た時の、例えば団体戦とかね。もう僕、団体戦ダメだったんですけど、もうめちゃくちゃ緊張するわけですよ。めちゃくちゃ緊張します。 だから練習の力を試合で出すって結構難しいんですよね。練習で出てたパフォーマンスをあの緊張したあの空気感で出していくっていうのが、本当ダメで、もうふ、なんか手が震えるというかね。大舞台に立つと手震えますから。だからまあ、にスポーツはメンタルすげえ大事だなっていう、思うわけですよ。 まあそれも感じてたし。だけどビジネスって、じゃあそういう緊張はあるのかっていうと、うん、まあ僕はその全国大会とかそのスポーツを経験してきたんで、あの思う、思ったんですけど、そういう緊張はないんですよね。まあ責任みたいなのもあるんだけども、なん、なんすかね。まあそれはすいません。スポーツのその緊張感とそのビジネスの緊張感ってちょっと違う部分があって。だからビジネスの場合はぶっちゃけその考え方で何とかできるんですよ。 でもその大会に出た時にもう手が震えて緊張してるその状態で考え方でその手を震え、なんか止める、止めらさせるその鼓動、鼓動ですよね。パクパク動いてる。まあ動いてるしね。スポーツしてるんで <laughs>。それを制御するって超大変なんですよ。でもビジネスは考え方でいかようにもできるんですよ。だからそれが僕はあのビジネスは、あ、これ考え方でいかようにもできるなっていうのは感じましたね。 うんだから、ある程度のメンタルというかね、まあ、よほどの、その、ことで、まあでも、まあ、コントロールできますね。ほぼ思考で。考え方で。うーん。やっぱね、スポーツして体を動かしたり、動脈がガンガン動いてて、心臓バクバク動いてて、あの鼓動の緊張感の中で、思考でコントロールする、その心臓の動脈とかね、その血流をコントロールするって結構難しいんですよ。 多分 <laughs>。まあ、相当一流選手になったわかんないですけどね。僕はきつかったですね。でも、ビジネスはそういうね。だってこれも別にそ喋ってるだけだし、そんなバク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 心臓動かないし。<laughs> ね。うん。だからまあ、ビジネスはね、だから考え方を勉強すればある程度コントロールできるってことですね。 それはね、良かったなと思いますね。そのスポーツを十何年やってきて、まあ全国大会とかね、そういうところも出場する、まあレベルで一応やってましたけども、それとも比較するとやっぱ、うん、なんかビジネスの方がやったことが結果に出ます。でもスポーツはやっても、そこがクリアできないと結局クソ弱いんですよ。だから僕は練習チャンピオン、練習はめっちゃ強かったんですけど、試合あ,あんまり強くないですよ。 <laughs> そうでもビジネスはある程度やったことがもう数字でも出るじゃないですかクリック率とかまあぶっちゃけメルマガとかの件名も、まあ、久保さんも相当やったんでわかると思いますけどコピペでも反応するんですよ 要はデータを取ります。じゃあ一年分メルマガで、えー、一番反応が良かったメルマガの件名とかの、まあ昔僕データと今もデータ取ってるんですけど、それをコピペしたら大体同じ数字出るんですよ。<laughs> ね、<laughs> うん、だからまあクリック率がいい、反応がいい、そのタイトル、キャッチコピーってあんま変わんないし、だそれを勉強する知る。 それであとコピペでね、いけるみたいな <laughs>。ビジネスはね、勉強すれば、本当僕はいけると思いますけどね、うん。チキン野郎の僕でもね、あの、全然問題ないというか、うん、だか多くの人はやっぱ、あの、今、10月1日に僕新商品をね、R の思考っていうのを出すんですけども、 その僕がまあ勉強してきた全ての全知全能思考ですよね。それを全部言えた集大成をね、半年以上かけて商品を作り込むっていうね、そんなないんですけど、初めてですよ。半年かけて商品作り込むっていうね。うん、やってるんですよ。でも、あの、なんだ。うーん、その思考ですよね。 考え方っていうこの億万長者合宿のやり取りも何でできるかっていうと、いろんな考え方で、いろ、だから、あの、話ができるから、久保さんと、久保さんもいろんな考え方ができるんですよ。ああ言えばこういう、こう言えばああいう。まあ、それはつまりどういうことかっていうと、こういう考え方で話したり、こういう捉え方で話したりとかね、このペルソナで話したりとか、まあ、いろいろできるわけですよ。僕もいろいろできるから。だから、別に、ずっと続けられるんですよ。 ネタは無限なんで。ネタがないととかないんですよ。だって別にね、パンクって、ウイスパン食ってってもいいわけですから、別に、ね、<laughs> なんか前、奥、奥間長者合宿のやり取りで、吉田さん、ここはどこでしょう雪が降ってます、みたいな <laughs> クイズがあったりとか。まあ、とりあえず、僕と久保さんは多分、ずっとできるんですよ。何が何でもず、ずっとできます。ね、一般の人はネタがないとかなんか言うんだけど。そう。 やっぱ考え方じゃないですか、本当に。うん、そこはね、本当僕は勉強した方がいいと思います。で、その、今 R の思考をね、モニターでその、あの、まあ、何人か参加していただいて、まあ、見てもらって、その、反応もらってるんですけども、そこで反応もらって書いてあったのが、うんなんですか。やっぱ今まで思考が停止されてたと、考えていなかったと。だからやっぱ、僕もコンサルやってる時も言われたりするんですけど、 考えるのがしんどいですと。なぜならば今まで考える、思考のトレーニングをしてこなかったってことですね。うん。だから僕はビジネスを勉強するようにやって、あの、筋トレはもうや,やめましたよ。思考の筋トレというかね、思考の筋肉を鍛えるっていうのは相当や、やりましたから。でもみんなやってないんですよ。そりゃそうですよね。だって会社に行けば会社の名刺があって、会社の商品があって、会社の、なんや、あの、信頼、信,頼信用があって、 会社が商品作ってくれてるとか、会社がほとんど用意してくれてるわけじゃないですか。だか自分で集客して、自分で名刺作って、自分で商品作って、自分でセールスしていく。こういうことはやらないわけですから、基本的に生きてたら。会社生活してたらね。 ローソンとかセブンイレブンでバイトしててもそうじゃないですか。もうセブンイレブンという看板の中で働くわけですから、自分で稼ぐっていうことは、自分のコンビニの名前も決めないといけないし、どういう商品をそこに置くのかとかね。全部そういうのを作ってかないといけないですよ。でも多くの人はもう、もう箱があって、その箱の中で、この、やるわけですから。うん。だからまあ、思考。 ま、停止してるというと、まあ、語弊が、うん、でも、まあ、その、稼ぐという、自分で稼ぐという領域の思考ではないんですよね、ここっていうのは。うん。そう。だ久保さんがなんでその、他の人より結果が出たのかっていうと、それは、ま、確かにその、ま、マージャン店だったんだけども、自分でやっぱマージャン店を切り盛りするという思考があったわけですよ。どうやったら売り上げ上がるかなと。 じゃあこう、チラシ配ろうとかいろいろ考えてたっていうね。そこが他の一般の人とやっぱちょっと違ったところがあるとするならばそこですね。ベースの思考がちょっと違かったっていうところですね。なぜ久保さんは結果が出たのか。他の学んでるの一緒ですよ。自己はフリエとみんな知ってるし学んでるの一緒ですよ。でなぜそこに違いが出たかっていうと多分僕は思考の違いがそこにあったんじゃないかなと。一般のサラリーマンの方の 思考の、あの、あれと、久保さんのマージャン店を切り売りして、今までいろんな経験をしてきた、その中で培ってきた思考のこの違いが、最初のあれにあったんじゃないかなと思いますね。まあ、スキルとかは、全くわ、スキルは全くないですよ。ね。そもそもパソコン苦手みたいな話したわけですから、マージャン店やってたんで。パソコンもできない、ネットも疎い、全然わかんない、 けれども、なんで今はもうパソコンガンガン使ってね、ネットで稼ぎまくることができてたのか、できるようになったのかっていう、まあそ、そこだと思いますけどね。うん、はい。いってらっしゃい。